こんにちは、居合ひとり稽古です。今回は武士の養女と題してヒーリング BGM の動画を作ってみました。医療や薬がまだまだ乏しい時代、自然治癒力を頼みにして、瞑想によっても心身の傷や痛みを和らげる方法を求めました。当時、武家と禅僧との結びつきは深く、座禅のアプローチが武士たちに影響を与えたことは歴史的にも認識されています。毎回、四十肩、腰痛、膝痛、耳鳴りなどターゲットを絞り、内観法、ボディスキャンメソッドで養生の手助けをしながら、癒し BGM に浸っていただければ幸いです。
今回は膣痛にスポットを当てています。画面と自分をシンクロさせながら意識を膝の痛い部分に向けていきます。BGM を聞きながらリラックスして、自己の内面を観察して、膝の痛みが消えていくイメージを持ってください。徐々に温かく柔らかくなる膝関節周辺。武士が瞑想を通じて自分の心の状態を冷静に観察し、ストレスや不安を取り除くことは病気の予防や治療に寄与した可能性があります。繰り返し、痛点が消えていくイメージを維持することは、それほど簡単なことではありませんが、諦めたら、それはそこまでのこと。
ご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願い申し上げます。少しでもストレスが和らぎますように。アディオス。